島津は岩屋城、橘山城を制圧した。だが城運の激しい抵抗を受け、島津軍の動きは鈍化。島津が九州を統一する前に大友の要請を受けた豊臣の大軍が上陸してしまう。豊臣軍は本隊と黒田官兵衛率いる別動隊二手に分かれて九州を進軍。一方、島津も義久、義弘、豊久が豊臣本隊と対峙し、利久、家久が官兵衛の別動隊を食い止めようとした。兵力、物量ともに不利だが、島津は諦めない。不屈の闘志で天下の大軍に挑むのであった。好敵手の将、九州征伐。やっと立花を倒したと思ったら、すぐに豊臣の増援が来るなんて。常運は命を懸けて増援が来る時を稼いだのだ。ただでは死なん男よ。だが大逆転は島津のお箱。それをあの世の常運に教えてやらねばな。豊臣の大軍は鬼島津が蹴散らす。鬼退治に来た猿の尻引っ張いてくれようぞ。おお、これはこれは直政殿、援軍まっことかたじけない。相手は泣く子も黙る鬼島津じゃ。家康殿の戦力が是が非でも必要でのう。はっ、最善を尽くします。家康様の顔に泥を塗るわけには参りませんので、始末など俺が蹴散らしてご覧に入れましょう。いやー、若いのに頼もしい限り。活躍期待しとるで。俺はもっと強くなる。鬼始末の戦をすればいいよ。戦場中央を突破し、他の山城の味方を押す。さらに島津の戦を見せつけてやれ。徳川の若武者が橘山城を歩きを何か好敵手の予感がする。俺頑張ります。叔父上、ダイジェスト。まずは終わり。気をつけて。デカマリジン。やった。敵将撃破。徳川家臣井伊直政、九州に推薦。家康様のため最善を尽くすのみ。あいつは叔父上の日本は無事。直政殿の働きに続け。戦場中央の始末を押し込んだ。
ているところだ。急ぎ用で九死を潰さんとしている。黒田官兵衛の鉄道にも警戒する。おじっさやじっさが食い取れたように兵力差はいかんともしなさい。こっちもです、あっちもです。島根に戦しか動いてはないか兄貴。天下ほどの道の者がいようとは。愛想思ったよりも早く家康様のもとに帰れそう。あいつ相当やるぞ。ちょっと武者震いがしてきた。あいつ抱きのくせに生意気な戦です。よし、中央の敵は片付けた。赤いやつ待ってろ、必ず城は取り戻す。開門
に勝負いたせ。少しご苦労か。今から俺たちの城橘山城を奪い返す。いとなる登場か。豊臣の後ろ盾を。分かった。おい、下手くん。吉弘様、ご安心あれ。殿のご到着まで、城は親指武蔵が指示いたす。やりましたね豊久、お前もよくやってくれた。また増援、これじゃキリがない。この物量推しを立つには秀吉を撃つしか。開門。犬みたいなやつが突っ込む。義継、秀吉様に噛みつかぬよう撃退するぞ。ここは一旦引かれてお。そうじゃな、焦る必要はねえ。一度引いて体勢を立て直せ。ダイジェスト。俺が退却までの時を稼ぎます。ヨシッサを狙えば。始末の追撃も鈍る。あいつがヨシッサオシを狙ってる。やらせるもんか。勝利条件変更。橘山城にも父との思い出はある。
だから取り戻す。どんな手を使っても。戦は心震えた。よかったな、豊久。だが島津にとってはこれからが正念場よ。このまま抵抗をし続けるか、それとも。どちらにせよこの博打勝たねばならんな。豊臣の名代として参った。降伏を選ぶとは賢明な判断だ。わざわざ九州までご足労痛み入る。いいの赤鬼殿、鬼島津のことをよろしく頼む。おじ上、頭を下げる必要なんかない。俺も島津もまだ戦える。ダメだ、ダメすぎる。何？
お前一人の力で何がなせる。豊臣の天下を覆せるとでも。お前ができる最善を考える。それは俺を追い返し豊臣と戦い破滅することか。お前すごいな。若いのに俺よりずっと強くて冷静だ。俺ができる最善、それはお前を追いかけ追い越し勝つことだ。なんだあいつ。